続きということで、めちゃくちゃもうなんか久々になっちゃいましたが、ジオゲッサーをやっていきたいと思います。何ぶり、爽やかマップぶりとなっております。はい、今日はね、先週だっけ、先々週だっけ、漢字で GO というねゲームをやったんですけど、難読漢字に挑戦したあずきはきっと全国の難読駅名も読めるはずいや、今日ね、このカスタムマップ日本全国難読駅というねカスタムマップ、なんか現在進行形でなんか更新されてるっぽいね183入ってる。はてはて、さてさて、一体読めるかな読めて、そして今日はゼロゲッサーできるかな。更新が二の前さんという方が作っていただいた、今日アップデートしてもらっているけれども、はい、今日はこのねマップを概要欄にも書いてありますので、ぜひね、みんなも、いや、今日のこの配信を見れば、日本全国の難読駅名が読めます。いい配信ですね。今日はサクサクゲスして、いや、でもなんかその土なんでこの名前になったとかどうせ気になっちゃうからな。あずき気になります。ちょっとなるべく早くいろんな場所に行けるように、いやー、よし、行くぞ。よし、久々だからなんか楽しいな。考察したくなるよ、なぜこの読み方になったのか。まあ、駅名が読めれば、まあ、駅だからゼロゲッサーしやすいか。それでは全国、難読駅名マップ行ってみましょう。ゲームスタート。うおー待って読め、え、あ、待って、ローマ字読みがあるじゃん。角、角の角が読めない。どこだここ、どこだここと、五か公民館、角原、読み方ついてるってことは読めるってこと。でも待って、字が勝つ、まあ、JR 市街局番は、あ、大野市ってどこだ。福井県というコメントが出ていますが、雪国のポール。でも駅だから基本的には大野城、福井県。ちょっと覚えるために、あ、出ました、福井エッグ城158、福井県、まあ、173だ、西、173から158か。あった、大野市ここら辺だ。173、158、ありました。角原、ここだ、ここじゃ。これなんでこうなったのか知りたいよね。知りたいところですけど、五か公民館、福井県大野市か。後ろの、あ、この建物ね。いや、ここよし、難読駅名角原ゲース、3m。もうちょい左ね。じゃあ次、お、あー、鏡ヶ原、これはゆるキャンの知識でいける。鏡ヶ原っていうの、鏡ヶ原、なでしこちゃん、名鉄だけど、ここは岐阜県。岐阜県でいいのか？そういうわけでもない。あ、ちょっと違うんだ。名鉄は、名電鏡ヶ原駅。JR は、鏡ヶ原駅。なんと、違う読み方をするの？難読すぎる。
なんで一緒にしないんですか。なんか一緒にしたい、一緒に、ややこしいね。いや、これでかい道路が走っております。ややこしややこしややこしや。看板ない、看板がない。お看板をください。かかみがはら、かがみがはらじゃない、かかみがはら。こっちに、とき、みの、かも、せき、21号、国道21号線。うん、この情報でいける ?21、あ、21、でかい、21。駅だからね、駅。鏡、町の名前で鏡ヶ原、か。あ、ここだ。待って、21長いぞ。鏡ヶ原。鏡じゃなくて、鏡ヶ原ね。ちょっと待って、ちゃんと覚えよう。隣に駅があって、わけがわからないよ。JR は、鏡ヶ原駅。名鉄は、名電は、鏡ヶ原。なんで?どっちがどっち?これは秘境駅。なんだ、市の名前としてはかかみがはら。なんで JR はなんで鏡ヶ原にしたんだろう。あずき、気になります。お家帰る。この線路の上に立っている。これ東西にね。JR の駅か。鏡ヶ原だ。こんな近くにあったのか。ゼロゲッサーがしたい。行きましょう。ここは、名電、鏡ヶ原駅。ゲス!ゼロゲッサー!久々に見た。次。どんどん行こう。お!引き!え?引くま!いや、もう最近の駅はみんな振り仮名振り、ローマ字が書いてある。引くま!遠州?遠州鉄道?引くま!遠鉄引くま!遠鉄引くま駅。まあそうだよね。海外の人とか来た時わかんないもんな。待って、これ駅なんだよね。ここが、あ、これが、これ電車、あ、この道路の真ん中を走ってる。浜松市、アクトシティどこだ。ひくま。でもこの道がでかいから。最近高架になりました。そうなの?それまでは?浜松。いや、もう浜松はね、広いんですよ。浜松市は広いのよ。これ作るの大変。大変だったろうな。あ、待って、隣の駅まで来てる。これも結構読めない。スケノブ駅。隣の駅まで来てしまった。浜松市、アクトシティを目印として。やっぱ、ゲスするなら、いやー、スケノブ。いや、南に、あ、でもずっと、こう、南北の鉄道ってことか。まあ、南北の鉄道であるなら、行ってみますか。浜松、南北に。あ、これだ!ここだ!遠州鉄道。ここだ!ありました。ひくま。ひくまって地名なのか。アクトシティあった?ね、ずっと南北なんだね。でもこの交通、便利。ここに南北に走ることによって、利便性がアップします。
お家帰る。いや、確かになんか静岡って JR とかこう東西だけど、こう南北に走ってる、では菊間駅、ここか、ここら辺か。最近静岡によく行ってる爽やかでね、知り尽くしたからね。行きましょう、浜松市菊間駅ゲス4m。おい、左だったわ。次、お、桑折東北本線。あ、振り仮名がない、振り仮名がない。あ、違う、桑折じゃない、絶対違う。氷？何？これで氷と読むんだと？氷って読むのか？冷たいのか？氷町って読むのか？これで読めないけど今日覚える。くわおり、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 氷ですね。お、ここがコープ、福島、福島県？え、福島県なのか、福島県なの、福島県なのかな。福島工場、福島県の氷。お、地域交流センター、立派な建物。福島ですわよ、福島の氷。いけるか、福島県も広い、広いなぁ。氷、氷、あったー、福島市に近いんだ。福島市の北の方か。氷、氷町、氷町、ここだ。後ろの建物あるかな。あ、これか？あ、ここに書いてある！心の旅、してますか？ようこそ、街道の、町、郡へ。覚えたぞ。読み方あったねー。でもここだよな。この建物なくなったのか？なくなったっぽいな。郡駅、ゲス、見えとるー！よし、じゃあ次。あ、表、読める、読めるぞ。ひょうたん山、近鉄ひょうたん山。いや、結構都会、都会、都会、近鉄。ジンジャーモールひょうたん、ひょうたん山。ひょうたん山、かけって言われたら、かけない。ひょうたん山が近くにあるのか。近鉄、近鉄、これ商店街だな。ひょうたん山があるんだよね。ひょうたん山に行ける。ひょっこり、ひょうたん、あ、行けない、行けないのか。あ、丹の給仕、あ、お、にぎわっております、商店街。お、結構長い。あふれるひょうたん、あふれるひょうたん、あふれるひょうたん、笑顔、夢、繁栄の街。あー、見て見て見て、ひょうたん、交番これね、ひょうたん、ひょうたんがいっぱいあるぞこれかわいい。ひらがなになると途端にかわいいな、ひょうたんって。すごい、ここはちょっと行ってみたい、行ってみたくなりそうな。あ、待って待って、大阪、大阪、大阪、東大阪、東大阪市、東大阪市、ひょうたん山、ひょうたん山ありました。ひょうたん山はどこだ、ここ？ここじゃない。そういう意味なの？生駒山がひょうたんに見えたから？
そうなの？今の商店街は国道なの？あ、本当だ。ひょうたん山という山はないんだ。そうなんだ。ありがとう、教えてくれて。ひょうたん山は、東大阪市で、奈良、生駒山に近い。はいはいはい。ここか。このあたり。では、行きましょう。ひょうたん山駅、ゲス。あー、3メートル。もうちょっと。よし。よしよし、満点満点。